放送席、放送席、そしてスタンドのオリックスファンの皆さん、今日のヒーローはもちろんこの人です。3安打4打点のイ・デホ選手です。まずイ・デホ選手、オリックスに来て初めてのお立ち台だと思うんですが、今の気分から聞かせてください。일단15게임만에여기올라와서참미안하고팬들이많이응원해주신만큼보답을하고싶어서부담이많이컸는데15게임만에여기올라온게다행이라생각합니다そうですね、15試合目でようやくこの立場で立ってますけれども、まあ、本当に申し訳ないっていう気持ちもありまして、どんどんこういうところに上げれるように頑張っていきたいというふうに思ってます。開幕してから苦しい時期もあったと思いましたが、今日初めて長打が出ました。そのあたりはいかがでしょうか。もう조금힘들었는데뭐감독님께서많이믿어주시고뭐선수들이많이응원해주시니까뭐솔직히다른부담감은없었는데장타가안나오다보니까조금큰거치려고하다보니까스윙이커진것같다고そうで長打が出なくて自分もすごく苦しかったんですけれども、監督とまた選手たちがすごく応援していただいて今日活躍ができたんじゃないかなというふうに思ってます。そのチームメイトが今日は打ちも打ったり15安打で11得点です。今シーズン最多です。本当に頼もしいチームメイトですよね。네뭐팀끼리잘뭉쳐있는팀이고또젊은선수들많기때문에파이팅이좋은팀이라서뭐어저께하고오늘 이틀연속연승을했는데뭐내일부터또흐름을타서계속연승을했으면좋겠습니다そうですね、若い選手がすごく多くて一丸になって、チームワークで戦うチームなので、また2連勝、明日からまた試合がありますので、3連勝できるように頑張っていきたいというふうに思ってます。さあ、今明日からも3連戦あるというお話ありましたが、長打が初めて出ました。ファンの皆さんはホームランを次は見たいと思いますけども、いかがでしょうか。처음부터너무홈런을많이기대하다보니까제가힘이들어가서못친것같고뭐편하게계시면언젠가는나오니까응원만열심히해주시면좋겠습니다そうですね、ホームランっていう期待があってちょっと力が入ってオーバースイングになってちょっとホームランが出てないかなというふうに本人は思ってますので、静かに、応援していただければ必ずホームラン打っていきますので応援よろしくお願いします。わかりました。明日からの3連戦期待しております。今日のヒーローはイ・デホ選手でした。放送席どうぞ。今日のヒーローイ・デホ選手へのインタビューでした。加藤さん、オーバーフェンスを狙ってちょっとね、スイングも大きくなっているんじゃないかなと本人言ってましたけどもね、はい、まあそれもあるでしょうね。そうでしょうね。ちょっとそのすくい上げてなんかアッパースイングになってる部分がありましたもんね、はいはい、明日以降の日本ハム戦どうなんでしょうか。イ・デホ選手へのインタビューでした。